ちょっとだけスッキリさせました。でもちゃんとセットしてないのであんまり綺麗じゃないけど、うん、なんかもう伸びたかも。昨日切ったんですけどね、なんか長い前髪自体。こんばんは。最近は本当にね、食生活をね、健康的にしてるんですよ。なんか、パリのモデルの人の動画とかを見てたら、あ、このサラダめっちゃ美味しそうみたいなサラダがあって、それを真似して食べてます。こんばんは。でもなんか野菜がね、今高いらしくて、大変。髪型何しようかな、明日。こんばんは、健康第一です。そうなんですよ、本当に元気なことがね一番だと思います。年寄りみたいなこと言ったら、本当にそう、みんな健康なのが一番だと思います。アイドルとかって一番それがそれな気がする。元気で健康なのが一番。長い三つ編み、こんばんは。どうしよっかな、髪の毛明日。ずっと考えてるんですけどね、なんか同じ髪型ばっかりなんですよね最近。ハーフアップかポニテかぐらいしかしてない、おろしか。
なんか三つ編みしたらね、女学生みたいな感じになるんですよ。どうなんやろ、自分が思ってるだけなんかね。ラフな三つ編みとかにしようかな。こんばんは。え、これどんな香りやったっけね。毎回ね、忘れるんですよね。写真撮っとこう、今度買うとき。こんばんは。なんか自分アイメイクしてない時の方が目がでかく見える気がする。こんばんは。なんかお腹いっぱいで眠い。でもちゃんと片付けてから配信始めました。紅茶の香りではないね。なんかね、何やったっけな、ミッドナイトサマーみたいな。どんな匂いやろって想像できんような名前でも、そんな感じ。ミッドナイトサマーって感じ。うん。カタカナですと全部。なんかなん、なんかね、香水とかじゃなくて、香水と柔軟剤の間でなんか一日太陽に当たった服の匂いって感じ。めっちゃぽい、そんな感じ。そんな感じです。三つ編み似合う？なんかね、芋っぽくなる気がするんですよね、私がやったら。ちょっと一回やってみよう。髪型って大事じゃないですか、大人数いたら。なんかあんまり私個人的にはかぶりとかはあんまり気にしないんですけど、ステージっていうか客席から見て同じ髪型がやっぱり多かったらファンの人が分かりにくいっていうか、そっちの方が気になるので分かりやすいやつがいいよね。そうなの、髪型とかね、背丈とか衣装の色とかで判断してる気がするんですよ、遠かったら。
メイクさんのセンスに任せよう。だから衣装がみんな同じとかだったら難しいよね。ラフな感じにしたらいいのか。ずっと目で追っとかないとですもんね。そうなんですよ。もし他のメンバーに気を取られていたら、もうすぐどっか行きます。やばい、出しすぎた。なんか別にそんなしっくりこんかも。あんまりやったことないんですよね、実は三つ編み。STU に入ってから学校ではやってた気がするんですけど、やってなかったかも。ね、やっぱ女学生感が出る。なんでなんやろ。メイクしてないけんかな。あんまり。濃いリップとか塗ってみようかな。若返った。え、確かに若返って見えるかもしれん。そういうこと？じゃあまだ若いけんかも。もしかしたら。そういうことにしとこう。意外といけるかも。前髪をちょっと薄くして、なんなんやろね、なんかすっきりしすぎ。ちょっと今研究中です、髪の毛の髪型の。なんか首がめっちゃすっきりしすぎな気がする。こういうもん、こういうもんか。やっぱなんかここに髪の毛が欲しいって思ってしまう。私はこういうもんか、こういうもんか。あ、ここの、あ、自分襟足がね、あんまりないけんか。もうちょっとここの毛を下に下ろして。あ、こうなったらダメなの。こう。あ、わかったわかった。こうですね。分かった。
そういうことね。解決した今までのなんか変なスッキリ感が。そう、今までこうやってたんですよ。こうかエビフライみたいな感じにしたらいいんですね。なるほどって感じ。いや、こうしたら全然いけるかもしれん。楽しみになってきたよ、髪の毛が明日も。雰囲気だけ。いびつなやつにしてもらおうかな。あ、でもいけそうな気がするよ。いけそうや。ちょっと髪の毛横毛をセットしてみよう。ここの毛をね S にするかワンカールにするか。明日じゃないかもしれんけど、明後日か山口。でも明日する可能性もある。そう、お風呂まだ入ってないのでね、何でもできる。ちょっとウェッティーな感じにしたらいいんじゃない。ちょっとこれちょっと整える。
お、今っぽい、今っぽくなってきたよ。よし。いけるかもね。そう、カメコでいろんな髪型を撮ってほしいのでね。明日しようかな。どうしよう。明日か明後日か山口でやります。どうやろうね。オッケー。終了。お風呂上がりみたいになった。あ、配信が終了じゃないよ。三つ編みは終了しました。今オンライン直サイン会はなんかパジャマを着ることにしました。パジャマとなんでパジャマかって言ったら日常感を出すために、パジャマでなんかドンツ食べながら撮ろうかなって思ってます。あとなんか2種類ぐらい、パジャマ着てなんかこんな感じで朝起きてパパって準備した感じでドーナツ食べてますみたいな。めっちゃ楽しみ。ほぼセルフプロデュース私服グラビアって感じのオフショットのチェキみたいな感じにしようと思います。楽しみ。ドーナツをちゃんと忘れずに持っていくことを頑張ります。うん、楽しみ。こんばんは。ね、スタイル維持の秘訣ってありますかって聞とった。
なんやろ。わからん。なんやろね。気持ちを安定させる。こんばんは。ストレスをためない。気持ちの問題。食べ物、なんか食に走ったりするのが一番ダメな気がするので、ストレスが溜まったりとかして、その根本的なストレスをためないようにするとか、なんやろ。でも我慢しすぎない。あとちゃんと体重計に乗るのは本当に大事な気がする。気づいたら増えてたとか、嫌じゃないですか。あくまで数字なんですけど、数字が増えてるってことはその分ついてるってことじゃないですか。一つの目安として乗る、ちゃんと毎朝乗るようにしてます。えら、いいね。幸せで体重は増えるらしいですよ。まさか。自分らはダンスをしてるので、維持できてる風なのかもしれないです。もしかしたら。睡眠時間、睡眠時間はめっちゃバラバラです。寝ようって思った時に寝ます。決まってない。でもなるべく早めに寝ようとはするようにしてます。今日なんか朝早くて起きるのが久しぶりに、このこっちのアナログの目覚まし時計をセットしようと思ってたら、めっめっちゃうるさかったんですよ。もう心臓がバクバクでした。朝起きたら、起きたらというかこうなった瞬間、
めっちゃびっくりした本当に。この音から想像できますか？これの10倍ぐらいでかかったです、この音の。本当にびっくりしたよ。でもね、バッチリ目がもうバーンって覚めました。そう、絶対起きたい時はこれつけようと思って、ちょっと流してみようかな。これどうやったらいいの、後で時間、あ、今やったらいいのか。めっちゃうるさいよ本当に。音量注意。びっくりする、怖い、やるの怖っ、うるさいうるさい、怖い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 。まだか。怖い本当にね、ちょっと朝やった時あんなにびっくりしたんかもしれんけど、怖っ。それぐらいでうるさかったんよ。怖い。これいつなるか分からん。もしかしたら10分ぐらいならんかも。まだ重なってない、怖っ。オンにしたよね。怖い怖い。そう、オンにした。そう、なんか爆音苦手なんですよ自分。バイクのなんかブンブンブンみたいな音とかね、めっちゃ嫌いです。音量下げといてください。まだ、あともうちょいない気がする。イヤホン大変そう。この目覚まし時計、なんか見た目が可愛くて買って、ニトリで飾ってたんですけど、最近電池を入れて動かさずに飾ってたんですよ前まで。でもやっぱなんか針の音を聞きたいってなって、寝ながら動かしてるんですけど、最近可愛くない？この見た目待ち時間長い、それなでもね、ちょっと動かすの怖くない？でももう重なってるんですよね。でももうなりそう、15分ぐらいなりそう。
え、もうすぐやない？爆弾みたい。怖っ。あともうちょい。もう飽きた。まだ？オンになってる多分。もうずっと耳塞いでます。え？なる。ならんかった。え、もうすぐや、もうすぐ、もうすぐ。意味わからん配信。え、まだ？まだ？遠ざかっとこう。ないかね、もしかしたら。もういっか。ちょっと、え、待って、あ、違うか。ないよね。え、でももうすぐなるんじゃない？自分で鳴らそうかな、じゃあ。でも重なってはいるんですよね、ちゃんとセットしたところに針が。ただこの音を聞かせたいだけなのに全然鳴らん。ずらそう。え？全然うるさくなくない？ちょっと待って。こんなもんか。そんなうるさくなかった、思ったほど。寝起きってやっぱうるさいって思うんですね、じゃあ。セットしとこう、じゃあ明日も。とりあえず。
長々とお待たせいたしました。普通でした。10分ぐらいかけて。めっちゃうるさかったんですよ、朝でも。びっくりするぐらい。おかげで起きれました、今日は。毎回このコント、コント全然こんな、ビビるほどじゃなかったですね。このね、針の音がいいんですよ。そう、アナログがね好きなので、結構確かにすぐ止めれない。なんかこれボタンじゃないので、あ、でもこうやって触ったら止まるけど、でも手どけたらまた鳴り出すので、わざわざここをね、こうやってしないといけない。そこで目覚めそう。部屋を静かにして寝るタイプ？え？うん。静かにして寝ます。真っ暗にして寝ます、最近は。豆球つけたまま寝たりとかする時もあったんですけど、今は真っ暗にしてます。音楽ね、なんか雨の音とか焚き火の音とかだったらいける。雨の音とかになんか後ろにうっすら流れてるみたいな、もうビートパッパッパッみたいなそれぐらいだったら寝れますけど、なんかもうメロディーがついてるような何ミュージック音楽とかだったら寝れないかもしれないです。聞いちゃって、耳でなんか聞いてしまって寝れないかもしれないです。寝起きの機嫌、どうなんやろ。どうなんやろ。朝起きて、人とあんまり喋ったことないけん自分の機嫌わからんかも。人と喋らないとわからなくないですか、機嫌って。その日の。どうなんやろ。でもいい方だと思います、全然。アイス、やる気に満ち溢れてるかってこと、朝活力があるかってことですか。
どうなんやろ。どうなんやろ。でも、もう、起きないといけないって時は、もうわざと、バーって起きて、カーテンバーって開けて、窓もファーって開けて、ってやりますね。今日それをしてたら、虹を見つけたんですよ。なので、ラッキーでした。虹がかかってて、今日朝。だから曇ってた。ですよね。でもその曇りが晴れてきたら虹もなくなって、目覚めはね、いい方だと思います。起きて家出るまでは朝ごはんとかちゃんと食べるんだったら1時間半から2時間前とかに起きたいって思う。なんかちゃんと片付けていきたいんですよ、食器とか。帰ってやるのがめんどくさくないですか、逆に。もうその場でちゃんと全部終わらせて、なんか家を綺麗な状態にして出て行って、帰ってきた時に綺麗だった方が良くないですか。なので2時間前ぐらいに起きるかもしれない。そう、きちんとしてますよ。そう、几帳面、その辺は几帳面ですね。水回りら辺はめっちゃ几帳面。几帳面。味噌汁にはじゃこ天入れますか。でも入れる時もあると思います。あれ何だっけ、何だっけ、あれお餅、お雑煮、お雑煮に入れたりとかしたら美味しい。よく入ってました。お、明日広島楽しみにしてます。楽しみ。金運関係してますもんね。嘘、キッチン周りとか水回り。そうなの。初めて聞いた。そうなんですね。でも最近ちゃんとコンロのなんかシュッシュッシュッってやってちゃんと拭いたりとかしたんですよ。めっちゃいいやん。じゃあこんばんは。岡山、どうだろう、通販で売られてますので。
ぜひ。田辺聖夏さんの買いました。霧吹き。シュッシュッって。葉っぱにかけるやつ。ジョウロ、ジョウロはこれにしました。ふーんってえ、なんか、あ、待って、今日のガジュマルとかめっちゃ忘れてました送ってない。でもね、なんか足が伸びた気がするんですよ。ほら、なんか隙間が多くない？ここの飛び出しそうじゃないですか。ほら、ここ、この、これこんなんでしたっけ。こんな早く成長するわけないよね。でもこんなんでしたっけ。かわいい。ジブリみたいやねそう、里芋に見えてきたんですよね、最近え、植え替えんといけんのかね、ちょっとまだ様子見よう。え、お花屋さんとかに頼めば植え替えてくれるんですかね。自分でやったら失敗しそう。あ、まあ、お花屋さん頼もう。どれぐらい成長するかわかんないんですよね。そんなね、小さいままでいいかもこれぐらい、今のぐらいの。じゃあそろそろ終わろうかな。こんばんは。お花さんに行こう。もう飛び出てきたら。壇上を読みます。中堅さん、
クロちゃん、ムネカネヒロシさん、サトシさん、テリー P さん、トノサマドラゴンさん、ヒロシさん、松岡さん、サージカルさん、おいもちゃん、GU さん、ケンケンさん、ウツボさん、ありがとうございます。おやすみかん。明日は広島、よろしくお願いします。明後日も、しあさっては山口。おやすみかん。フォローよろしくお願いします。